どうも、みつみつです。ゆうきじゅうさんです。はい、というわけでね、はいはい、今回もザ・剣道の方やっていきたいと思うんですけどはいはい、というわけでね、最後のストーリーですね。剣の道、闇の道、鉄道、49歳、大丈夫か。初老ですよね。もうね、その前に こいつ何グラビエーター。見た目がやばい。なんかドラクエ4とかでいなかったかなんかね、この辺から急に違うキャラクターになっちゃう。なんか背景の何、この背景のなんか炎みたいなファイアーエムブレム、何なんですかね。まあそんな感じでね、まあ、このね、剣の道、闇の道を極めてね、やっぱ闇の道を極めると最終的に剣道が極まるっていうねこともよくね、中学の時よくそんなこと言ってたかな、先生が剣の道を極めない、闇の道を極めろみたいな中2ですからね、中学校といえば中2真っ逆さ。いや、もう50手前のこの鉄道をね操ってやっていきましょうよ。じゃあ行きますか。いや、もうストーリーの想像ができねえ。ほんとだよ。おい、鉄道、出番だ。なんだここは。まず今日も名前呼ばれ、俺は闘技場やもんく。もうもう、はい、ここ日本じゃないです。もう知らないです、知らない世界ですマネージャー怪しいな。指示は予定通り、外したら分かってるな。こいつは俺に指示を出すマネージャー。ああ。指示は予定通り、いわゆる八百長ってやつだ。ふぅ。試合する前にため息をつくようになって何年経つか。いや、ため息をつかない頃なんてあっただろうか。なんだこれも。今となってはどうでもいいことなの。闇闘技場とかで戦うみたいな設定なのかな。ただいまより5分3分勝負を行います。ミスターウルチみたいな見た目の。なお、延長戦は1回のみ、3分間となっております。白コーナー、鉄道選手入場。ブー。闇闘技場でだから、かけられてんだろうね。だから、鉄道にいくらとか。あは。俺はオイラさん、やっぱり、賭けの対象として剣道をしている。なんで剣道？闇剣道だ。いや、させてもらっている。ヘリクラってな。ご丁寧に、勝て、負けろ、あ、負けろっていう指示も、じゃあもしかして今回負けろっていうのあるかもしれない。わざと負けろ。ほら、負けの得意だから大丈夫。何をしたの？鉄道、今日も負けてくれ。お、金持ちの子供みたいな。今日も負けろ？あ、そうだった。今日俺は負ける。赤コーナーより、今世紀最も華麗で一見なスーパースター。マイコース、マイコ。マイコ。マイコ。キングオブポップ？キャー、マイコー。びっくりした、これマイコーかと思った。あ、マイコー、マイコーマイコーじゃねえか。ほんとマイコーじゃん。ほんとやがい。そう、僕は最も危険なとこ、ポー、アオ。いろんな意味で危険な、こいついや、久しぶりに見たな、やっぱ。ほんとだね、だいぶね、もうお亡くなりになって結構経つからね。ねえ、まああっちはマイケルだから別人ですけどね別人だけどな、別人って言っとかないとね。ほんとだね、この会社が権利で訴えられちゃうからベイビーたちだと今日勝っちゃうよ。子供好きだったな。ああ、ね、危険なぐらい子供好きだったな。もう本当ですね。彼は最近売り出し中の選手、今のところ連戦連勝中。しかし本当に実力は、負けるには一苦労。え、結構負けるに苦労するみたいな、そういうのはあれあんのかな。最も危険な男、今日俺に出された指示は試合に負けろというものだ。最も危険な男、そう、彼に負けなければいけない。ふっ、最も危険な男だと。クックック、笑いが止まらなくなる。マイコー、今日もやっちゃってやっちゃってんのこいつ、しないでここには世界中から剣士が集まってくる。もちろん客も世界中からやってくるわけだが、客は金持ちの大枝さんで、くだらないやつばかり。世界中から、そんな世界中から剣道をみんなが見に来たりやりに来たりしてんの。金かけて すごい設定な。客は俺たちに金をかけて、俺たちの試合で興奮するだけ。お決まりの興奮、約束された興奮。八百長で試合を演出して大金を稼ぐやつら、その仕組みに従うやつ、一番汚いのは俺だ。もうストーリーも強引になってきましたね。本当だな。君には負けないよ。俺だってお前には勝たないよ言っちゃダメだろ不正直なやつだ。まあお手柔らかに。 It's show time。 あおなんでマイケルを剣道にゲームに出そうと思ったんだろうね。マイコ、マイコだ。まあ、マイコ、マイコね、マイコ、マイコね。マイコさん。マイケルではない。マイコ亮っているけどな。モノマネ芸人。負けるってでも簡単なんじゃないの？わ、っていうか格好がもう剣道じゃねえ。剣道じゃねえ。
全然打ってこねえな。え？打ってこい。おい、マイコ。打ってこい。ちょっとなんか、こっちからなんかちょっとやんないとダメなのかな。払うとか、それぐらいの。え？何これ泥試合。めっちゃ泥試合じゃん。マイコ、マイコ全然打ってこねえ。マイコ、マイコ、マイコちょっと。マイコ、マイコ、ほら、打ってこい。ほら、ここ、ここ。マイコ、マイコ。はぁ、これ。マイコ。はぁ、勝っちゃった。あ、勝っちゃった、勝っちゃった。まだ、ほら、一本だから大丈夫。あ、まだまだ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。一本平気、平気。負けんの、打ってこい、ちょっとマイコ。おい、マイコ、マイコ、マイコ、今んとこで打たなきゃ。マイコ、ルール知ってる？マイコ、マイコ、マイコ、なんであいつピンクのタレとかしてるんだよ。マイコ、マイコ打ってこい。やべ、これむずいぞ。むずいってか、あ、今のところで開けなきゃいけないんだ、だから逆に。あいつの下手くそなやつを。だ、とっさに打ってきたと思ったら、うん、打ってくるとこ開けるんだよ。全然打ってこないけど。マイコ。ちょっとマイク、このままだと一本で勝ちになっちゃうと、こっちが。時間切れで。あ、ラ。おい、勝ってる。適当に打って勝っちゃった。これはダメだ。ミスしてしまったか。ああ、悪いが。うわ、殺された。こんな最後、俺には最後、とか、早い敵とか。ごめん。一本取らせたら、あとはもう時間切れでもいいぐらいかもしれない。何もしないで。これ難しすぎる。一本取らせたらね。まだ一本取らせなきゃ、まず。あとは放置でも大丈夫だけど。絶対取れない銅とかにすっか。あ、確かにな、だから。ほら、銅だぞ。確かに、この状態で銅なら絶対一本ならないもんね。そういうでいいんじゃない？もう、変に面とか打つと、あいつ入れてくる恐れがあるから。全然打ってこれ、もう。マイコってなんでこんな下手なんだよ。え、打ってこいよ。打ってこい。このぐらいからだったら絶対当たらないからな。あいつ近づいてきたぞ。もう打ってこね。ほらほら、場外ないよな。これ場外で負けれるとこないよね。ないね。ほらほらほら、ほってこい。あれ、こいつ、おい、どんなに下がっても場外ない。ないな、ないみたいだな。これ確かにマイコめっちゃ下がってるもんな。でもある程度相手からは離れられない。よっしゃー、おーし、これであともう時間切れでも大丈夫だから。もう最悪何も打たなくても。よしよし。逆に言うと変に打って一本になると。もうこれ延長戦に行く。手離しときボタンから手離しときまあほら、適当にな。ほらほら、3分だぞ。3分。ほら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 、遊ぼうぜ。ほらほら、打っておいて。打っておいて。で、本当にマイコなんでこれ手数が少ないんだろうなってぐらい打たないよね。何の条件でなんかマイコはこう打ち出すとかあんのかな。なんかあんのかな。いやー、不毛な、不毛な時間。打ってこないかな。ほら、打っておいで、打っておいで、打っておいて。このサービスゾーンがこんなにあんのに。打ってこい。マイコもしかして今日剣道初めてか。初めてでも打ってくるぐらいして打つぞ。あ、動画難しいのかな。確かに面の方が簡単かもしれない。でも面だったな。おーし、よしよし、ナイスな、マイコ。あれな、マイコ打ってこないけど、打ったら 100% 決まってるな。マイコ。敗北。いや、マイコナイス、マイコ。よくやった。負けたよ。当然の勝利だね。ポーヘポタイヤー。ヘポタイヤって何？ああ、その通りだ。当然だったな。負けた鉄道選手には罰されんの。何の罰？なんか100叩きとかにされるのかな。ここでは負けた選手には罰として拷問がされる。うおぉ、試合後の余韻。試合がうまく済んだ、仕事がうまく済んだ喜び。ド M だ。くっ、拷問のムチ打ち。もちろん果てしなく痛い。痛いんだ。これも仕事のち、仕事、これが。いくらもらえるんだろうな。本当だ。鉄道は。干せ。干せ。じいさん、からかうな、疲れてるんだ。このオエボレナーホセ、彼もた八百長剣士だ。負けた後は剣士やっててよかったと思うだろ、クク。ああ、
最高に幸せで最高に腐った気分だ。宮本が言いやがる腐った気分か。宮本武蔵的なやつか。こいつなら宮本、おそらく俺の唯一の友。こんなんが友か。と言ってもお互い汚い剣士腐れみたいなもんだが、宮本はもちろん八百長剣、八百長しかいないな。くこんな姿お前の家族が見たらな。家族いんのかな。もういいよじいさん、家族のことはもう。それにじいさんは俺の家族を知らないだろ。まあそうじゃがな、知らなくても大体想像がつく。今頃怒ってるさ、お前に捨てられた家族なんだからな。ああそうだな、家族捨てたんかい。どんなバックボーンがあるんだろうな。鉄道は剣道なのにな。そう、俺には家族がいた。今もどっかでひっそり暮らしてんだろう。俺のことを恨みながら。悲しいな鉄道。ククまあ動けるだけマシってもんだ。動けなくなったらこの世界やっていけねえからな。他の仕事できないのかこの人ら。社会復帰できないのかな。動けなくなったら終わり。じいさんの口癖だ。まあ、でもこれがマックの店員とかで言ったらやだ。うわやだな。スマイルくれなそう。そういう鉄道を聞いたか。何をだ。わしの次の試合はお前とどっち勝つの。そうかい、久しぶりに剣を交えるな。俺もじいさんとは随分当たっていないな。それでわしは次の試合でこの世界、ああ引退、この世界去る。何、え、やめる、なぜだ。お、なんか焦ってるぞ。やっぱ同僚がいなくなると。もうわしは潮時だよ。引退ってやつじゃな。引退はどうすんの。年金もらえるのかな。もらえないだろうな。社会保険なさそうだよねこの職場。厚生年金な、払ってくれてなさそうだ な払ってないな。引退やめることはちゃんと組織の話を通しておる。それに最後にお前と試合がしたいと頼んだんじゃ。じいさん、最後ぐらい花を持たせろ。もう無知は嫌じゃ。あ、これも負けるんだ。あ、どうだろうな。ふふ、最後の無知さ、それが俺の鼻向けさ。あれどうすんだ。くく、年寄りからかうんじゃねえぞ。おいおいじいさん、俺じゃないのかい。宮本、宮本、お前は信用できんからな。くくく、なんで。クククみんなクククって笑うな、ここのやつ。悪いやつでみんなクククって笑うのか。まあそういうこと、そういうことだ。じゃあな。初めて知ったぜ、引退できる。確かに組織に引退しますって言ったら引退できるんだ。意外とホワイトなんじゃ。ああそうだな、最後の試合は俺じゃなくお前とか。人生の考えそうなこった。まあ頑張れよ。俺は試合や八百長を仕込む立場じゃないが、この時すでにああなると分かってる自分がいた。どうなの。ただいまより5分3本勝負を行います。なお延長戦は1回より3分間となっております。白コーナー鉄道選手の友情。今回の指令は時間切れ引き分け。組織って珍しい指令、引き分けってどうなんだろうな。白コーナー鉄道選手の友情。なお補正選手はこの試合が引退試合となっております。引き分けむずくね。5分もやんなきゃいけないの。まあそうですね。まあ補正最後ぐらい勝てよ。こいつ常連だな、まあ、常連だな。くく、最後ぐらい勝てよと来たもんじゃ。じいさん人気あったんだな。まあ最後くらいこういうのも悪くない。最後くらい。俺がこの組織を知ったのはもうずいぶん前になる。じいさんとは俺がここに来た頃からの付き合いだ。世界から剣士が集まり真の世界一を決める、そんな場があると聞き、すべてを捨てて身を投じた。しかし、蓋を開けてみたらひどいものだった。世界一を決めるというのは全くの嘘。結局は金をかけられる対象になり下がり、客からの人気もなくなれば、次第に八百長もさせられる。俺は絶望の淵にいた。じいさんとはそんな絶望の中で出会った。言葉を交わすことこそ少なかったが、心の中では絶望を分かち合っていた。そうか、最後か。それよりわしは指令を聞いとらんのじゃが、うわ、指令聞いてないってことはこのじいさん本気で来るぞ。マジで最後まで自由にやらせてくれるんだろう、きっと。ふふ、それは、それは幸せじゃの。じいさんの歳だ。動きも緩慢としてる。引き分けか。まあだから、こう、こっちが一本を決めなくて、まあ相手の攻撃を全部防ぎ切ればいいわけだから、まあ、なんとかなるんじゃないかって可能性がある。ちょっと延長迫るから、でも待てよ。8分 ?8 分ごめん、頑張って !8 分長くね。8分頑張って、8分頑張れ、頑張れ。
頑張れ頑張れ。前に入んなきゃいいんだろ。この GG の動き早え。早いな。あ、本気で来てる、本気で来てる。あ、取られる。上ガードしなきゃ。あ、だからこうなっても一本決めないと。終わりだ。だここはもう全力でいこう。あ、楽だ。で、ここからあとはもう決めさせないよね。だもう、上ガード、中段ガードをもう使いこなして。あ、面が来たらもう、すぐ。あ、上上。おじさん。いや、なんかさ。おじさん、ちょっと。すぐ、上を。あ、でもほら。ミスしてしまったが。あ、悪いが、はい、消えました。こんな最後、俺にはこんな最後はお似合いだ。頑張れ頑張れ。カップン耐えよう。マイもさ、あっと、おじさん。おじさん結構、ま、結構さ、動いてるつもりなんだよ。ガードでいいんじゃない、とりあえず。とりあえずま。一歩は入るんだな、ね、だから勝つだけだったら簡単なんだよ。この弱いんだこの人。近づくと危ないんじゃないか。どうは大丈夫。どうは大丈夫。面が来る。どうは大丈夫。どうは大丈夫。面が危ない。面がほら。俺は下ろしてないよ。くそ。はい。長いな。8分もやだな。これ大変だね。とにかく、なるべくはこう。いや、大丈夫。遅いから、あいつ。とにかく、避けまくれ。ほら、面をそう避けるでかわせるようになれば、ずっとあとは構えは中断でいいから。あ、危ない危ない。これだけ近いと面が普通に当たる。あ、なんかどうなってるこれ。近え近え、じじ近えよ。危ない、面が来るぞ。お、なんか避けろ。じじ、お、大丈夫、すごい、今まで一番持ってる。あ、じじ急に通ってきやがったか。一本入れないとな。ここはもう全力ですよ。危ない危ない、普通に負けそう。え、あ、普通に負けた。なんか普通に負け始めてる。え、あ、くそか、小手はダメ。ぶっつやん、連続で敵やがったか。あ、ジジイ。あ、こう急に難易度高くね。本当だ。